今日の岩井明愛選手のこれインスタートの1番ですから14、15、16、17、18とバーディーを取ってきて迎えた1番ですよね。そうですよね、はい、この1番パー4、うん、これも上りのいいラインにつけてきましたね、はい、これが入ると6連続になるというバーディーパットだったんですが、もうこの辺りはゾーンに入ってましたね。入ってましたよね、はい、ど真ん中からしっかり入れてきましたね、はい、これで6連続バーディーになりました。そして迎えた2番はパー5です。この3打目もしっかり朝とスピンコントロールしてしっかり止めてきましたもん ね、ショットでバーディーをもぎ取ってきました。計算通りこの2番のパー5でバーディー、下りもしっかり決めてナイスでした。これで7連続バーディーになりましたので、次取るとツアー記録に並ぶという8連続バーディーになるところでした、うん、その3番ホールご覧いただきましょう、うん、これもいいショットでしたよね、はい、まあ、ちょっと距離は残りましたけれども、はい、この後のパッティングも良かったですよね、はい、これも入ったかなと思いましたもんね、はい、入ったら8連続ツアータイ記録になるところでしたが、惜しくもそれはなりませんでした。7連続ですトップになりました。ただこの惜しいパット、素晴らしいプレーの流れが続きます。続く4番のパー4です。ショットで持ち取ったシーンもあれば、やっぱりパッティングも良かったんですね。そうですね、はい、このぐらいのミドルパットが決まってましたよね、はい、6メーターぐらいあるのかな、ありましたね、はい、これを気持ちよく放り込んできました。これで8アンダー、まあ、こうなってくると8アンダーでもコースレコードという状況だったんですけれども、はい、なんと最後9番ここに落とし穴がありました。あ、少しフライヤーかかったのと引っ張った分より、ね、大きく奥に外してしまいましたよね。パー5で3打目がグリーンオーバーで、4打目アプローチを見せてこの位置からのパーパットですね。これが惜しくも外れて、なんと最終パー5でボギーという形になったのはちょっと残念ですが、それでも65というコースレコードタイで、暫定ではありますけれども岩井明愛がトップタイで初日のプレーをフィニッシュしています。